相手さん、あそこの車両じゃないことは確かなんだけど、まあ誰が来ても勝ちに行くけどね。走行音が聞こえてきたということは、に勝てないのよ。なんかいろいろおかしくない？勝てない理由は単純よ。国鉄型を甘く見ているからね。私は国鉄を甘く見てなんかいないわよ。にぎやかだね。でもなんでそれ引っ張ってきたの？ちょっとした準備ってところよ。それにしても二人ともほんと声が似ているよね。あ、やっぱりって準備？あれ？カッパさんとヤクガミさんから話を聞いていない？それは知っているよ。8月末に新車が来るんでしょ？その通り。で、新車が来たら583系から西部に乗り換えたいのだよ。その時は多分ルナサも一緒に西部に引っ越しだと思うよ。ちょっと待って、それ初耳なんだけど。それはそれで私は楽しみだな。ついでに言うと今カウント役のあの分野がその新車の拝見に行っているから、私がカウント役をやるために来た。ついでにルナサと一試合していたってこと？え、ルナサバトルしていたの？あっちから仕掛けてきたから乗ってあげただけだよ。あ、そうそう、ネルランの対戦相手は私だからよろしくね。うん、よろしく。それじゃあやっていこう。いいな、遠征の競技とか絶対楽しいじゃん。私も誰かを誘い来ないかな。もしかして私と対戦するの？いや、そんなことないよ。何言ってるの？でも遠征バトルって見てても楽しいよね。ネルランもルナサも、もっといろんな相手と対戦できるといいね。そうだね、ならばもっと強くならなくちゃ。そのためには相棒のチェックも必要だよね。あ、私も一応しておこうかな。事前準備は大事だからね。大丈夫だと教えてくれていると信じたい。ちょ、おっと、私もオッケーだよ。了解、じゃあ時間になるまで待っててね。そこはすぐ始めてくれないんだね。え、ほら、私ってこう見えて意外と緊張しているんだよ。カウント役は楽しくやらないとダメだよ。わかってるよ。そのぐらい。それじゃあカウントいくよー。5秒前。4、3、2、1、ゴー！あれ、ネルランは後追いで来るんだ。まずはお手並み拝見と行こうじゃないの。プチプチ電池管に入ったら本気出してくれるかな。屋根がないから雨が来たら大変だ。コーナー続きの機関、見えてこれるかな。いや、ネルランだと余裕か。全部化石に吸収されちゃったからな。わかんないとこ多いけど、タイマゼラ通過。ここから復活点どう来るかな。よし、これは抜けるわね。あら、ここで見えてきたか。あれ、なんだかいまいちだったかな。セリフで一回ルナサを前線に出しますか。ネルランは車庫線をくぐる方だから、私の方が有利なわけ。ルナサ、私は一度下がるわ。あれ、もしかして手加減してる？何を考えているのやら。ふふ、作戦成功。から速達列車向けの高架線と各駅停車用の地上線に分かれる。地上を走りますか。ネルランも快速線を使ってくるのだったら、この競技勝てるわね。あれ、地上線を選んだの？見えないからわかんないけど、もしそうだとしたら、思い切ってその考えを実行してほしいものだわ。
暇もないみたいだな。悩むんだったら行ってみる。ペースアップしていくよ。EU131。さて、そろそろラストスパートね。おっと、お、これワンチャンあり？焦りは禁物。最後まで冷静かつ集中していかなくちゃ。連続で負けた。これは悔しい。まさか地上戦を使っていくなんて思わなかったでしょう。そっちも地上戦通っていたら勝てたかもしれないけど、終盤で私をどう見返すかとか考えていた。え、なんでわかったの？やっぱりそうだったんだ。勘ってやつだよ、勘。まあでも、考えるより実行した方が手っ取り早く話が進むと思うよ。戦いというのは瞬時の見極めが重要だからね。それが事故につながる危険性もあるけど。それダメじゃん。考えるより行動に出す。ねえ、それ意識してみようかな。どうするかはルナサ次第だよ。最後に決めるのは自分自身だもんね。そうと決まれば帰ろうか。レイラたちも待っているだろうし。そうしよう。